これはブログの男性読者さんから寄せられた話になる。ある日、彼は友人たちと連れ立ってダムの近くにある心霊スポットに出かけた。そのダムでは自殺者が多く、そのためなのか幽霊の目撃談も多かったらしく、彼らは深夜になってから1台の車に3人が乗り込み、目的のダムを目指した。ダムということで当然山の中にあり、彼ら3人はどんどん細く険しくなっていく道に不安を感じながら車を走らせていた。民家がなくなり、舗装路に落石が目立つようになった頃、彼らはようやく目的のダムに到着した。時刻は午前0時を回っていた。しかしダムには泊まり込みの職員もいるようで、なかなか勝手に侵入する勇気は持てなかった。そこで彼らはダムの敷地内にある公園のあたりを探索していたそうだ。すると暗闇の中からこちらへと歩いてくる人影が見えた。それが一人の女性なのだとすぐに分かった。一瞬彼らは逃げ出そうとしたらしいが、その女性は彼らに向かってこんばんはと明るく挨拶してきたという。明るく挨拶されたことで彼らの恐怖は一気に消えてしまい、今度はその女性に対する好奇心が湧いてきた。幽霊ならば明るく挨拶などしないだろう。それにこの女性はこんな暗闇の中で一体何をやっているんだと。しかもその女性はとてもおしゃれな服装で、顔立ちもとても綺麗だった。こんなところで女性一人で何をしていたんですか。彼らは単刀直入にそう尋ねた。するとその女性は少し恥ずかしそうにしながら、実は私って心霊スポットを回るのが趣味なんですよ。でも昼間や早い時刻は他のマニアの方がいるので、だから静かにぼんやりと心霊スポットを探索できる深夜を狙って徘徊してるんですと明るく返してくれたという。それを聞いて彼らはすぐにこう返した。それなら一緒にこの辺りを探索しませんか。静かにしてますからと。するとその女性は少し考えてから、実は私もうこの辺はほとんど探索しちゃったんですけど何も見つけられなくて、でもこの近くにもう一つ心霊スポットがあるので、これから一緒に行きませんかと返してきた。そう言われると彼らには断る理由が見つからなかった。それから彼らはその女性を乗せて案内されるままに車を走らせた。車に乗ってからもその女性はとても明るく話しかけてくれた。自分の生い立ちや趣味、仕事に至るまでいろいろと話してくれた。あまりその女性が話し続けるので彼らは完全に聞く側に回ってしまい、聞きたいことも聞けなかった。本当なら彼氏とかいるんですかと聞きたかったようなのだが、それにしても彼らが案内されて向かっている場所がどこなのかは全くわからなかったが、少なくとも近い場所ではなかった。彼らは明かり一つない細すぎる参道をゆっくりと走っていった。あ、この辺です。急にその女性が声を上げて、彼らは慌てて車を停止させた。見たところ何の建物もなければ池も川もない、ただ木が生い茂っているだけの森が目の前に広がっているだけだった。車のライトに浮かび上がった森の木々をあっけに取られて見つめていると、後部座席に座っていた女性が自分でドアを開けて外に出ていく。彼らも慌てて後に続いた。しかしその女性は一人でどんどんと森の中を進んでいってしまい、やがて彼らはその女性を見失ってしまったそうだ。
だから彼らは慌ててその女性の後を追いかけようとした。こんな森の中に心霊スポットがあるとしたら、地理がわからない自分たちが取り残されてはたまったものではなかった。どの辺にいますか？ちょっと一度戻ってきてもらえませんか？彼らは叫んだ。しかし帰ってきたのはその女性の声ではなく、どこからか聞こえる犬のうなり声だった。やばいぞ。その女性のことは心配ではあったが、彼らは自分の身を守るため急いで車へと走って戻った。そして間一髪車内に戻れた瞬間、彼らの乗った車が野犬に取り囲まれているのが分かった。野犬たちはまるで森の奥にある何かに近づかせまいとするように、クラクションを鳴らしてもアクセルを吹かしても車から離れようとはしなかった。しかも何匹かの犬は彼らの乗った車に体当たりまでしてきたという。その時彼らの耳に女性の声が聞こえてきた。私は大丈夫。でもすぐに警察を呼んでください。先ほどの彼女の声とは少し違う感じもしたが、彼らはほっと胸をなで下ろした。そしてその女性のことは心配ではあったが、もしかしたら野犬がいることも知っていて木の上にでも避難しているのかもしれないと思った彼らは、一旦その場から離れて警察に助けを求めることに決めた。急いで町まで降りると、そのまま交番へと駆け込んだ。女性が野犬に襲われています、早く助けないと、と。女性が野犬に襲われていると聞いて、警察はそれなりの人数を割いて現場へとすぐに向かってくれた。場所の説明が難しかったため、彼らも警察車両に乗り道案内をした。そして現場に到着し、大掛かりな捜索が開始された。厳重な防備をして、しかし現場では犬の姿は見つけられなかった。そしてその代わりに警察が見つけたのは、自殺した女性の遺体だった。野犬に食い散らかされた状態の。彼らも警察から一時疑われることになったが、その際所持品から自殺した女性の身元が分かった。そして生前の写真を見せられたが、どう見ても彼らがダムで出会い行動を共にした女性だったという。もしかしたらあの女性は自殺した自分の体が野犬に食い散らかされていくのが我慢できなかったのかもしれません。だから僕たちに助けを求めた。私の遺体を探してって。でもきっと生前も優しい女性だったんでしょうね。ダムで出会ってからずっと明るく振る舞っていたのも、僕たちを怖がらせないようにしていたとしか思えませんし、それを考えるとあの女性が幽霊だったという事実が分かった今でも少しも怖く感じないんですよ。彼は最後にそう話してくれた。